はい、おはようございます。やってまいりました。毎日更新でお送りしております。レトロゲームの、動画。今日のワンコンティニューです。本日のゲームはこちら。ドラゴンボール Z 悟空飛翔伝ですって。だから、ドラゴンボール Z の世界を舞台に悟空が飛翔する伝なんでしょうね。そんな感じでやっていきましょうか。はい。パッケージというか、カセットの表はこんな感じですね。まあ、ピッコロとマンジュニアかな、もしかして。マンジュニアと、まあ、地球襲来時期のベジータの絵が描かれてますね。そのぐらいの時期の物語かな。あ、94年だったら、もしかするとセル編、フリーザ編は終わってそうだけどな。どうだろうな。まあ、というわけでやっていきましょう。はい。というわけで今日のワンコンテンツ、一回ゲームオーバーするまでどんな感じのゲームでしょうかとかを紹介したり、体験したり、そんな感じで遊んでいけたらいいなと思っておりますが、これ、もしかして RPG っぽいかもしれないので、RPG 的な感じでちょっと長くなった時は、まあこんな感じのゲームですかというところで終わる形になるのかなと思います。まあやってみないとわかんないですね。これが、ね、どういうゲームなのかもわかんない。けど面白いよっていう噂を聞いた気がするよ。そういうわけでやっていきましょう。よろしくお願いします。お、枠があるかな？スーパーゲームボーイ特有の枠が、あ、あるね。さあ、この曲はどんな曲だ？あー。ごはんちゃんがまだ3歳か4歳ぐらいの感じですね、あれ。この曲はなんかおなじみの曲か、どうだ？おなじまない感じの曲っぽいね。バブルスプーンとグレゴリー君、当たり前のように言うけど、これアニメオリジナルキャラだよね、確かに。あれ、バブルスプーンって原作いたっけ？あ、バブルスプーンはいるか。グレゴリー君の方がオリジナルキャラか。最初に、海王星に到着した時に、あれが海王様か。あれを真似しろってことか、みたいな感じだったもん、ね。じゃあ、スタートボタン。物語展開一武道会対戦しよう。あ、これ対戦できるの？対戦系、通信ケーブルワーク書いて直すだけだけど、まあいいや。できるんでしょう。じゃあ物語で物語りましょう。お、どのファイルを使う。これは RPG っぽいですね。ニューゲームでメッセージスピードはまあ普通でいいですよ。さあ、どっからの物語だ。これはどこ。これ神様のとこだね。第1部。ここ BGM ないんだ。展開。あ、こっからね。悟空、この3年間の修行の成果を見せてもらうぞ。悟空、おう。あ、コピー悟空だ。ふふふふ。ギゲ、オラがもう一人いるだ。パパが作って神様が命を吹き込んだ。えれえことしてんな。えれえことしてんな。要はいいかな。何すんの。 A ボタンを押しました。おっ、攻撃、パンチ、特殊、光線技、太陽拳、残像拳、この他、光線技、ハメハメハ、え？移動、敵に1近づく、溜める、特殊、光線技、ハメハメハ。こんな感じ。3つのメニューを選びましたけど。コピー悟空に近づいた。気が回復していく。悟空の攻撃。コピー悟空は素早くかわした。かわされちゃったよ。あ、気25、28しかないのに25使っちゃったのか、今。で、相手のターン。コピー悟空の攻撃。あ、反撃で、あら、じゃんけんみたいな感じかもな。悟空の後ろに回り込んだ。しかし失敗した。あ、かわした。これはオートでかわすのね。 SP、 敵に2近づく。パンチ、パンチ1、ため、近づいた。
僕の攻撃。よしよし、当たった。17ダメージ。あんま効いてないね。気を貯めました。あ、キー貯めでも85しか回復してない。カメハメハ撃ったのは大ミスだったね、じゃあ。回り込んだ。しかし失敗した。飛び、悟空の攻撃。回避してみようか。え？何今の？あ、タイミングゲーム。わお。わお。いや、よける。よし。え？落ちたよ、ちゃんと。防御の方が確実かもな、じゃあ。あ、あの SP が溜まると自動的に攻撃が始まるんですね。キック。キック1。火を回復していく。火を回復していく。キック。よし、当てた。16ダメージ。隣接してればダメージは通るのかな？あ、これ連打か何かすれば多分回復していくな。キック。特殊。一旦エネルギー弾打ってみる。で、溜めてみる。さあどうだ？キック&エネルギー弾。キック。よし、いいぞ。からのエネルギー弾。耐えた。耐えられた。耐えてノーダメージとかね。反撃。反撃はどうするの？防御。あ、これをジャスト行けば耐えられるのか。離れた。あ、離れられた。なんか落ちてれば速くなったすんの。あ、離れた。2近づく。そっか。後ろに回り、あ、これが後ろに回りかも。じゃあ、向きに2離れてみる。ためる。さあどうだ。どうにかカメハメハを当てたい。お？太陽剣。太陽剣をして後ろに回り込んで木を回復した。だけどこっちは別に木は溜まっていく。今これ暗闇状態になってんのかな。パンチ、パンチして後ろに回り込んでカメハメハとか。どうよどうよこのコンボ。まずパンチ。よし、当たった。そしてひるんでるところに後ろに回り込む。そして後ろから、はい、カメハメハ。どう？耐えた。クソが耐えるなよ最初の戦いで最初の戦いで気持ちよく勝たせろよ容赦ないね本当。そんな連続攻撃。ああ、今度4回のその QT 的なのをやれば、避けられるよね。怒涛の一撃。マジかよ。防御が失敗すればむしろダメージめっちゃくる。はい、トリプルパンチ。はい、どうぞどうぞ。このトリプルパンチどう？気が足りない。なんですって？なんですって？キ
ャプツがドリブルするのにもガッツが必要なキャプツバ方式マジか。一旦離れて気を貯めますよ。気が足りねえと力が出ねえだ的なことね、多分。回避の方は多分やりやすい。うん、防御の方が難しい。最後一回ミスっただけで普通に食らうね。あー、何もしなくても木が減ってるね。そういうことか。あ、めっちゃ離れてる、この野郎。投げる、そんなんできない。あんま投げ技って見ないよね。とりあえず3ターン貯めてみる。3ターンっていうか 3行動貯めてみる。28でマックスだったもんね。近づいた、回り込んだ、失敗した、気を回復した。どの距離感？お、太陽剣をして後ろに回り込んでエネルギー弾。どうよこのコンボ、どうよこのコンボ。これは避けられまい。よし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 、38ダメージ。やっと当てれたね。なんかそれでも全然負けてるけど。失敗した、防御やってみる。反撃ってどうなの？反撃はランダムだからどうなんだろうね。パンチ、キックパンチ。どうよ。耐えた。よし、耐えた。わあ、気が減ったな。まあこれ試するしかない。残像剣、二重残像剣。どんどん気を回復、気を回復、そしてお、二重残像剣。さあこれで多分避けやすくなったと思うよ、多分。相手もなんか気を回復して、ほほう、これカメハメハのサインだな。気を、ちょっとこのターン気を試させてもらう。相手が離れたのもいいこと。よしよし、マックス、お互いマックス。さあカメハメハを打つのか。あ、思ったよりなんか離れ、いつの間にかえらい離れてる。あ、
カメハメハ打ったよ多分。よし、避けよう。簡単に避けられんのどうかと思うけどな。反撃とかできないの？さっきのコンボはな。太陽剣で銃使うから使えないか、さっきのコンボをあのカメハメハで使う。まあパンチ、あパンチも2使うって書いてあるな、あそこ下に。近づいて後ろに回り込んで失敗してからのパンチ。よし、回復。何それ、何その技、投げか。よし、1ダメージ。0ダメージとは限らないんだ、耐える。3使うんだ。ほん。あ、回り込んだ。で、キック。クバトルポイントで言うと、こっちの方が、あの、5高いんだ。狙うしかないんじゃない。回復して後ろ回り込んで、はい、カメハメハどう。よし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 、どう。79、めっちゃ大ダメージ。逆転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 。これはもう寝てても勝てるわ。これ逆に言うと相手のカメハメハ食らうと一発で死ぬね。逆に言うとね。回復、反撃ならず。21ダメージ。油断できんぞこれ。まあ、こっちはちょっともじわじわ削っていく方向に行こうか。近い？あ、離れてるね。離れてるなら貯めて貯めて、ちょっと離れよう。回復して回復して一歩離れる。さあどうだ。まだ油断はできんぞこれ。何してくれる？お、いきなりエネルギー波。よし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 。避けやすいのはどうかと思うけど。どうする？ほう。離れた？あー、だいぶ離れてるね。近づいて、キックして、残像剣でちょっと。一旦次の攻撃に備える。耐えたか。どう、残像剣で回避がしやすくなるのかもが、とても怪しいけど。太陽剣をしてくる。で、回り込まれた。おお、失敗した。
回復、そこで撃たないんだ。じゃあチャンスじゃない。これも怒涛の3連キックですよ。木を使い切る怒涛の3連キックです。さあどうだ、耐える、耐える。まあ3発目当たるでしょ。よしよし、当たんのかい当たらない方が良かったかのような言い方をしたけど、さあこれ一発逆転狙うしかないんじゃない。コピーさんよ、ここもエネルギーダム打てるかちょっと怪しいな。ガッツが足りないって言われそうだから、ちょっとやめとこう。まあ2貯めて普通にパンチで多分8ぐらい気は残るやん。回復して、回復して、どう、当たるでしょ。よっ、ターン、耐えるね。カメハメハが当たってなかったらと思うとゾッとするの。後ろに巻き込んだ。あ、巻き込まれた。攻撃余計ですよ。危なっ。あ、マジミスった。入力が正確じゃないとダメージ、避けられないから、ね、ちょっと斜めに入ったかも今十字キーが。えいっ、くす、まずいよ。油断できんな。12あるね。まずキックかましといて、溜めて、どうどうどう、耐える。で回復してからの正面からエネルギー弾、どうだ。そこ耐えられるとまあまあきついぞ。最後の最後は諦めないね。そこで木の回復、木の回復を3連続、これ一発逆転カメハメハ狙いじゃん相手ちょっとでもダメージを削ろう、削ろう。何の容赦もないね、コンピューターね。1回目の戦いからね。よしよし、どう、見事勝利。ヒットポイントが40に上がった、40に上がったらしい。気が4上がったらしい。スピードが2上がった。あ、 SP ってじゃあスピードか。攻撃力も3上がった。防御力が2上がった。これってなんかランダム性あんのかな。エネルギー弾が1上がって、カメハメハが1上がった。お、見事だ、見事、見事でしょう。この3年間よく頑張ったな。だからここから多分天下一武道会ですね。どうしよう、ここからどうだろう。天津飯と戦うのかな。あ、じゃあ行ってくる。これ15巻ぐらいの、15巻ぐらいの出来事ですね。悟空、カリン様、これは選別代わりの先頭じゃ。いくつくれんの、いくつくれんの。一粒かい、ケチ。ありがとうカリン様。まあ後にね、絶滅危惧アイテムになるから、まあ大事に使った方がいいね。まあ主に矢代ベイのせいだけどね。セーブしたら、セーブされたらしい。オートセーブらしい。そして天下一武道会会場会話ステータス見ていい？ステータスこんな感じらしいです今。バトルポイントは戦闘力ってこといいのかな、後に。まあでもこの戦闘力っていうシステムというか指標がどんだけ当てになるかっていうのを今となってみれば怪しいもんですけどね。
じゃあ会話で。男、女。じゃあ、誰だ誰だお前は。嫌な天気だな。女、いつまで雨が降るのか。雨降ってるらしいよ。お前さんも出場するのか。頑張れよ。もうすぐ予選が始まるみたいね。ああ、これ男に話しても女に話しても一緒だったかな。どうだったかな、誰と先に会ったっけな。あ、ブルマはこの髪型か。ブルマって会うたび髪型変わるよね。あ、ヤムチャムだけど。誰に話しかけても一緒じゃん。ブルマの知り合いか。あ、ランチさんもいる。じっちゃん生き返ってよかったな。みんなも元気そうだな。原作だとランチさんってどのタイミングで出るんだっけな。だからいつの間にかいたようなイメージがなくもないけど。悟空どうだろうな。当時リアルタイムで、リアルタイムででは読んでないからな。多分ちょっと遅れてたもんな、自分の時代世代的に。リアルタイムで読んでた時にさ、この少年悟空からこのまあ小青年、まあ青年って言ってもまだ10代だろうけど、これになった時ってどうだったんだろうね。あ、違う、最初に出場したのって13歳ぐらいか。そっから6年経って19歳20歳ぐらいかよ、これって。わかんないけど、展開自動会は多分3年ごとだもんね。だから6年、最初の出場から6年ってことでいいのかな。モデレーター、おお、クソソソ。いやー、これはクリリンに読めるな。よっほー、元気そうだな、クリリン。ゴゴゴゴゴゴゴグーか。あ、あーそういうことか。亀仙人のじっちゃんとクリリンを生き返してくれって言って、そっか、ピッコロ大魔王、初代かピッコロ大魔王を倒した後すぐ悟空で修行に行って、ちゃんとそのワイワイガヤガヤしてないんだっけな。どうだったっけな。でクリリンに話しかけ、話しかける。やっぱきつかったか。そりゃものすごかったぞ。あ、いや、結局話すんじゃん。元気そうだね、やめちゃん。お前もな、足折られる、足折られるのはまだ前の大会か。お、天さん。相当修行したらしいが、今回もいただきだ。前回優勝者だもんね、天津飯は。まあ、ショットの差だったけどね。最終的に悟空が車に轢かれて死ぬ、あ、死ぬじゃなかった。やられるっていうか、あの、地面に先につくっていう。胸部館の方にお集まりください。始まりだ。これって悟空だけを操る物語かな。あ、ぽいね。でも、なんか、他のキャラクターは多分、セーブしたらしいよ。胸部館。こっからどうなるんだろう。じゃあ、さっき、クリリンに話しかけたヤムチャの方で。あれれ、あ、そっか、この時点でか。神様を取っちまったんだ。取ろうと思って取れるもんだったんだね。どうだ、今回は神仙流のユニフォームをくれないと思って道着屋で作ってもらったんだ。え、なんでな、そんな会話あったっけ。わかで考えること一緒だな。自分で準備したの。悟空もなの。あ、誰だ誰だ。顔色が悪いターバンを巻いたやつがいるぞ。さっぱりわかんないや。誰だこいつは。耳が長いな。指が4本しかなさそう。会話。いや、テンさん、あいつはバカな。まさか、ピッ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 、あ、そっか、手下の生き残りか。ピッコロと直接会ったのって天津飯ぐらいだよね、多分ね。クリリンとヤムチャピッコロの姿見てないんじゃないっけ、確か。あ、でもそこ、ピッコロの姿はテレビ中継されたのか。だからみんな知ってんのか。
テレビ中継してなんかね、毎月一個ずつ都を消していくぜみたいな。え、だったら征服したらあんたどうやって支配するのっていう。後先考えない宣言してたもんね、ピッコロ。してるんですか、悟空。のんきそう。なんだなんだ。頼むんじゃないな。一人だけダントツに鈍い人がいるね。お、トントン。あ、誰だ。女の子がいる。こんな予選会場に。孫悟空。フルネーム。誰だおめえ。あ、怒られた。バカ。なんだあいつ。ただいまより予選を行います。まあそうか、あの時点でわからないよな。そして誰これ、今誰だった。そして何、あ、テンさん。はいはいはい。今ナムじゃなかった。あ、父、あ、うん、父がいた。わあ、チャパオじゃなかった。これ誰。天下一武道館の出場者が決定した。予選はスルーです。おー、審判のおっちゃん。最後まで名前が出てこなかったでおなじみの審判のおっちゃん。どの札を選びますか。え、これって何番だったっけな。2番3番とかじゃなかったっけな。あ、トーナメントの順位で言うと、まあいいや。じゃあ3で。第1試合。僕、なんで？そうなの？第2試合。天津飯対匿名希望。あ、だったね。あ、ここはもう、あれだね。番付。番付じゃなかった。あれ通りだね。誰？誰？左にいるの誰？ちょっと待って。参考画像。参考画像。あ。さっきの人の参考画像出して。ちょ時間が。切り取る時間ない。あ、ひっくり返っている。さっきのキャラクターの参考画像ちょっと。トリミングする時間もない。多分このキャラクターですね。ちゃんとこの、あれが切れてないの。あ、こっちか。ちょっと待って。今のなし。こっち、これですね。切り取らないと拡大ができないんだよ、このうちのシステム。この人ですね。まあ、元の姿がこれですね。元の姿がこれの人ですね。はい、ありがとうございました。はい、はい、帰って。はい、帰って。まあ、ちなみに作者の人はこの形ですよね。トリミングして上に貼り付けるよかったな。この辺隠してもしょうがある。これでよし。あ、隠れている。よし、こんな感じですね。セーブしました。というわけで、ちょっとクリリンのステータスを軽く見て終わろうかな。なんだかんだで30分経ったね。よし。手抜きで戦ったら俺は一生恨むからな。そう、前も言わんかった。前回大会か前々回大会でもそれ言わんかった。当たり前だ。でもクリリンと悟空の手合わせってあの時が最初で最後みたいな。まあ後の
修行パート、あのドラゴンボール超とかの修行パートとかでやってるかもしれんけど。さあどうですか？ああ、一応こっちの方が BP、バトルポイントは高いね。ちょっと一旦、一やり取りぐらいというか、必殺技なんか出してくんないかな。あ、線ってな、線像使う。嘘だろ。ドーピングじゃん。戦闘中、試合中使っちゃダメでしょ、それ。だから、太陽剣からのコンボはできないのか。じゃあ、カメハメハメ。いきなりカメハメハメ。待って、残像剣ってどうだったっけ？特殊、残像剣。ああ、5使うか。あ、でもいけるか。二重残像剣をして移動して、後ろに回り込んで、カメハメハ、はい、完璧。完璧な、完璧なレシピ。残像剣をして目をくれまして、後ろに回り込みの、失敗するのかい。カメハメハ、どう？ああ、耐えた。ああ、耐えたけど、56ダメージ。やるじゃない。さあ、どんな技をしてくれる？修行の成果見せてやる。それ拡散エネルギー波打つフラグじゃん。ここで起炎山とか使ったらすごいけど、失敗した。マジで？じゃあ防御で。よし、耐えた。ノーダメージはちょっとかわいそう。お互い大技を打ち合います。すぐ終わるようならこのままちょっとクリリンとの戦いぐらいやってもいいかな。キック溜めて溜めてキック。うわ食らった時の絵がちょっとかわいそう。回復。あ、そして拡散エネルギー波じゃん。あ、全然。うわぁ！めちゃめちゃ食らうじゃん。離れた。いや、動きだけはなかなかのもんやな。よし。がっつり溜めてみる。これ1溜めでどんだけ回復するんだろうな。マックスになったね。1溜めで5回復かと思ったら、もうちょい8ぐらい回復してんの。さあ何してくる？近づいた。近づいてから回復して、回復する。何それ。何その動き。なんか裏技とかコツとかありそう。怒涛の3連キック。よし。お、よけた。でも3発目来るとは思うまい。よし、いいぞ。いい感じで削っていく。やるな！おめえやるな。さあ何をしてくる。そこで回復を選ぶ。そして回り込む。あ、失敗する。何それ、何その技。曲がるカメハメハかな。避けてみよう。上、左、左。あの回るカメハメハは防御不能技であってほしいな。やるな。パンチキック、パンチキック、ためる。お、よける。
避ける。さあまたインファイトだぞ。カメハメハ撃とうと思えばあと一発撃てるけどな。お、初めて見たこの普通のパンチ。えい、どう、ちょっと耐える、ちょっと耐える、そして回復、そしてパンチ、避けてみよう。なんで普通のパンチの方が避けにくい。いい戦い。太陽剣をちょっと使ってみようかな。太陽剣、で18。太陽剣で貯めてカメハメハ、どうこのコンボ、どう、技を借りるぜ。そして回復して、はいカメハメハ、どう、お、耐えた。そっか、見えなくても耐えたら問題ないっていう判断か。で回復、そして回り込む、失敗する、いつも失敗する。反撃、反撃はどうかな。ちょっとこれからずっと反撃を選んでみようかな。一回ぐらい成功しないかな。ためる、ためためキック、ためためキック、よし、会心の一撃、どんぐらい、46、おお、2倍ぐらいのダメージが通ったね。そうね、これって他のキャラクターの対戦は見れるのか、ちょっとそれともスルーなのか見てみたい。ドーン、あ、今ちょっと考えなしすぎだな。エネルギー範囲に対して反撃ってよくわかんないな。まあでもこれからちょっと相手が何をしてこようが反撃を選んでない。この判断があんなことになるとはね。あ、間違えた、今攻撃を選ぼうとした、終わるを選ぶというダメプをしてしまった。あ、でもその分ターンが早く回ってくるとかあるかな。よしよしよし、いいよいいよ、100、やるな。金山、ちょっと反撃、回避得られますね。ちょっと金山はさすがにまずい。金山はさすがに食らうわけにいかん。よし、あ、でもそっか、こう勝ったら勝ったでどういうストーリーになっていくかとか、あのコンピューターの戦い見ることになるのかとかを見たいのもあるし、ちょっとまあ今日のワンコンテンツ的にここで負けてしまって、まあ負けたらどうなるのかを見るっていうのもありだな。お、いいね、当たるね、80、お、当たるね、会心2倍ダメージ、34、いいよ、トーナメント標的に
天津飯と父の勝者か。いや、どっちが勝つか全然わかりませんね。だから、太陽拳からの、貯めて、やっぱり最後はカメハメハですね。さあ、どう？太陽拳効いたかどうかってわかんないんだけど、このシステムで。避けんのかい？そこを避けられたらもうこっちはもう普通のキックで倒すしかないで。まず光線技は回避で、よしよし、避けやすいんだよね。あ、キック2ができる。え、キック2って何？戦闘中にキック2を生み出してしまった。ためてためて、パンチは？パンチはないね。同じコマンド何回も使うとこのキックが成長するとかあるっぽいな。じゃあ、あ、なんか絵が変わった。飛び膝切りみたいな。32ダメージ。あ、2ぬ、残りヒットポイントはぬ。これはもう大技使うしかないんじゃないですか。回り込んだ。失敗した。いつも失敗してんだ。お、ここで回復に当てると。ほほパンチパンチ。溜める。どう？お、避ける。当たりさえすれば。お、耐える。最後まで諦めない。1回復で8回復するんだな。だから4分の1回復するみたいなことかな。回復量が決まってるのか、それともその、やばっ！あばっ！92ってどう？ああ、全然、まあよかった。めっちゃ食らうな、キエンザ。ドラゴンボールの世界の人間たちは、斬撃に弱いからね。打撃とか、あ、爆発には強いけど、斬撃に弱いから。じゃ、パンチを対応すれば、パンチが育つかどうか。当たりさえすれば、よし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 。すまんな。ヒットポイントが100上がった。これレベルが上がったみたいですね。キックが8あった。やっぱ、3年前とは比べ物にならないほど強くなったな、悟空。第1試合、悟空対空に勝ったの悟空、セーブしました。第2試合、天津杯、特命希望、勝ったの天津杯。あ、そこはスルーですね。どっちどっちどっち、やっぱシェンなの？どっちどっちどっちだろうね。などありまして。ここは、どの組み合わせでもこうなるようになってんのかな。でもこれだと、ご飯が生まれないんだけどな。あ、人目ではだいぶ上がってる。じゃあここはちょっと、あ、なんか4、あれできるようになってる。今回はじゃあちょっと負けに行きます。まあ、負けに行くとは言っても別に油断はしませんけどね。殺しには行きますけどね。おっ !60 ダメージ。効いちゃった。カメハメハそのものが効かない体質っていう設定は、52ダメージ。モーションが多いな。もうカメハメハのみで、面白くなってきたぜ。
カメハメハのみでやったろうか。じゃあこっちは反撃しか選びません。今度こそ、わお、反撃ドーン。気候法みたいな反撃ドーン。怒涛の一撃っていうのが会心の一撃のあれ、なんかあれ違いなのかな、いい違いというか。三連エネルギー波と、あ、でも相手の方がそのなんけ、この木の効率がいいな、燃費がいいな。まあこっちは大技を2回打ったからな。もうこっちはもうこの戦いはカメハメハしか打たないよ。カメハメハだけで勝ってやる。いや別に勝つつもりはあんまないんだけど、あのここで終わろうと思ってたけど気が足りない。あれ、あー、やっぱ8しか回復しないんだ。反撃、反撃ってどういうことなんだろうな。10回に1回ぐらい成功するのかな。でももう10回は選んでるよな。回り込んだらしい。あ、まず反撃76。これは分からなくなってきたぞ。当たればね、カメハメハが当たればまだ分からんから、直撃すれば。これだからベジータまでで終わりかな。耐えた耐えた。ゼロダメージか。さっきはじゃあ2発はあれだね、一応当たったモーションとその半分成功したモーションとだったんだろうな。指針の剣とか気候法とかいろいろあるでしょあんた、その辺見せなさいよ。あ、まずくない、力尽きた。よし、あれ悲しい曲やね。情けない、今まで何をしていたのだ、お前は3年間何をしていたんだ。それ別のキャラのセリフだよ。バレーボールの方で、ドラゴンボールじゃなくてバレーボールの方のキャラクターの言葉だよ。あれ真っ白になりました。はい。というわけで やられたらキツネの知った、激励のない知ったでね、がっかりされてタイトル画面戻されるっていう終わり方らしいです。まあでもオートセーブだから、まあまた天津飯戦から続きはできるんだな。はい、というわけで本日お送りしてきたのは、まあ割と面白いよっていう評判聞いちゃうんですが、悟空飛翔伝というゲームでした。はい、というわけで今回もありがとうございました。今日のワンコンテニューここまでです。はい、もしよろしかったらチャンネル登録高評価などいただければと思います。よろしくお願いします。お疲れ様でした。さようなら。お目々が真っ赤だ。